どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、鹿児島に来て今日で3日目でございます。連日鹿児島グルメ今紹介してまして、今日紹介するお店みんな大好き回転寿司でございます。この鹿児島県、あと熊本に1店舗あるのかな、全部でね 5,6 店舗ぐらい展開している、もうこっちの方に来ないと食べられない回転寿司のお店なんですけど、鹿児島の方でのね回転寿司自体が人生で初めてなんで、めちゃくちゃ今から楽しみです。で今ここを歩いてるんですけど、すいません土地勘が全くないんで、どの辺か分かりませんGoogle マップ見て向かってます。住所は住吉町5ってなってるな。っていうか目の前倉庫らしきものがあるんですけど、こんな外観の布団屋さん見たことないんだけど。でちょうどバス停がありましたね。ボサド桟橋という駅の近くにある回転寿司ですね。ちょっとね反対側渡らないといけないんで、まあ、これが目印になるかな。あと布団屋さんで、で今信号を渡ったんですけど、また通りがあって、あの奥にあるの桜島ですね。もう目の前桜島が見える。ありましたありました、回る寿司メッケモンさんでございます。で早速入り口に本日の入荷鮮魚、回転寿司でクロムツとか、あとホタって俺初めて見たかも、ウスバハギで、あとねヤガラってこれも初めて見たな。メッケモンさんの看板メニューが極上3貫ブルースリー、面白いね。それから本マグロです、本マグロ3貫、他にも3貫盛りが、あ結構いろんな種類ある。で今受付したんですけど、結構混んでまして、約ね 2,30 分待ちって言われました。これはね東京のお店とかと比べるとちょっと活気が違うね。なんだろう、なんかこうやってやるぞみたいな、なんかそんな雰囲気がね伝わってきます。目の前で職人さんが握ってくれてて、これいいよね。でお皿の価格帯があんな感じですね。一番高くて、税込みで572円。ちょっとね待ってる間時間あるんで、このメッケモンさんでね調味料売ってます。大大ポン酢、これからパリパリ海苔、まあ、おそらくこっちの方でしか買えないやつだと思います。ということで順番呼ばれまして、カウンター席のこちら案内されました。これが醤油、甘口醤油、チランチャ、やっぱこっちはチランチャをよく見かけますね。最初はお茶でしょう。はるばる鹿児島県まで来ましたんで、鹿児島は漢字で3文字ですから3杯入れましょう。ちょっと毎回強引なんだけどね。はい、いただきます。ていうか外めちゃくちゃ暑くて、今ね気温が27度あるんですよ。さすが鹿児島だなって感じなんですけど、この暑い時に熱いお茶最高です。でこれお品書きなんですけど、一番高くて572円って言ったんですけど、それよりもねもっと上のやつがありました。ウニイクラ軍艦、生ウニ軍艦、これは900円超えだね。あと鹿児島産の厚切りうなぎ、この4つがメッケモンさんで一番高いネタになってます。で一貫一貫メニュー見てるんですけど、やっぱ普段東京で食べてるこういった回転寿司のお店とは若干ネタが違ったりしますかね。まあ代表的な、ね、ネタはあるんだけど、美人巻きっていうのこれ初めて見たな。あと店名のついたメッケモンとびっこサラダロール、あとね縁側は縁側でもちゃんとカレイってついてるのがまたいいですね。あ、すいません、お願いします。なんかいいね、こうやって手渡しで渡すのが。まあこんな感じで回転レーンちゃんと蓋がしてありまして、まあ衛生面はいいですよね。あります。味の骨は骨あげられます。あ、そうです、あ、わかりました。ブルースリーです。青魚3貫だからブルースリーっていう。あ、はい、サービスで唐揚げにもできます。あ、わかりました。はい、牧場3貫こちら。この中トロすごいね、結構ネタでかいぞ。あとウニ、イクラ、軍艦、エビもさ頭すげーでかいのよね。身がもうプリンプリンなのがわかるよ。これが極上3貫 でこっちがブルースリーですね。魚のさ鮮度はさ、この目を見ればわかるんだけど、濁ってないのが鮮度が高いって言われてますよね。これは最後、天ぷらにして揚げてくれます。アジ、シメサバ、あとキビナゴです。鹿児島といえばキビナゴですよね。
やっぱり鹿児島なんでね、甘口にしようかな。うわ、油浮くね。いただきます。中トロだから、まあ、とろけるのは当たり前なんだけど、コクがあるね。脂がね、なんか芳醇って感じで、甘口醤油は、まあ、そこまで甘くなかったかな。ウニイクラ軍艦でございます。これはね、もう醤油つけずにまんまいっちゃいます。ちょっとしょっぱな贅沢だよ今日は。うわー、うまい。あ、ウニめっちゃとろけます。イクラがね、塩味がそんな強くないのがまたいいね。ウニが予想以上にうまいな。このウニだったら生ウニ軍艦、税込みで902円のやつがあるんだけど、これいっちゃってもいいレベルだよな。どうしようかな。でもな、ちょっと他にもいっぱいあるんだよな。迷うな。この迷ってるのもまたいいですよね。上にあるメニューのあれらはね、今おすすめになってるんで、ちょっとこの辺も攻めたいですよね。そうですね。ありがとうございます。お会計25万円で。うん。ブリンブリン。うわ、あとめっちゃ甘い。すっげえこの甘さ。今まで食べた赤エビの中で一番甘い。で、続いてはブルースリーいっちゃいましょうか。まずはアジですね。いいね。アジの弾力やばいね。あー、うまい。しめ鯖ね、酢の感じがね、結構弱めですね。サバ本来の味わいがしっかり楽しめるというか、で、身も厚みあるから結構食べ応えありますね。あ、ありがとうございます。揚げたてで熱くなってます。はい、さっきのアジと赤エビ天ぷら来ました、そして第2陣目一気にやってきました。楽しみだな、これ。結構これ歯応えがあるね。甘口醤油がすげえ合う。うん、全般的にネタの身がでかいですね。島アジレモン、ちょっとこれ、ね、塩をつけまして、うん、油すげえ乗ってます。皮面の油が結構あるから、このレモンとね、塩がね、すげえいい仕事してるわ。考えられてんだね、これね。これは贅沢。ここちょっと淡白なネタがついたんで、ちょっと揚げ物いっちゃおうかな。これはね、揚げてもらうべし。で、赤エビの頭。そうですね。味噌がいいね。どうですかね、この色合いが鮮やかで、ね、ちょっといくら乗ってるのがいい。ちょっと待って、間に挟まっちゃった。いや、もう鮮やかだな。うん、生サーモン激うま。うん。お願いします。これ まだオーダー大丈夫ですか。大丈夫です。はい、入ります。これも歯ごたえがすごいな。基本なんか全般ね、白身魚系はね、ネタも厚くてでかいし、こんだけ食べ応えのある白身はただこんな価格帯だとかなりリーズナブルですね。カレイの縁側なんだけど、ほらでかいでしょ、こっちもでかいもんな。うお、縁側ですら歯ごたえがすごい。お疲れ様です。はい、もう湯気立ってるでしょ。あと形がハートです。イビナゴの天ぷらです。あ、はい、今日はお好みでレモン塩で。あ、はい、イビナゴの天ぷら、これは鹿児島来たらね、絶対食べなきゃダメなやつ。そして3陣目はこういったラインナップでございます。これね、自家製のつみれ汁なんだよね。うわ、うまそう。香りがやばい。で、あと茶碗蒸しね。あー、いいね。あーとか、あたたたたたたた。で、これはね、つぶ貝の茎わさび軍艦。生姜が結構効いてるね。うまい。なんか詰まってる感じだね。
これやっぱ鹿児島は味噌汁ちょっと甘めですね。で茶碗蒸しは、これなんだ、あ、タケノコか、あ、鶏肉が入ってますね。あとはお、エビだ。うわ、すげえ出汁効いてるな。茶碗蒸しはなんかほんと定番な感じの具材で出汁が際立つ、ほんと安定なうまさって感じです。で卵つながりで出汁巻き卵、これ結構ぶっといんですよ。おお、実家で親が作ってくれた卵焼きにすげえ似てるな。しっかりこう層になってんだよね。で甘めな感じと、まあ、出汁もしっかり効いてる。実家感あるなこれ。美味しいんだけど、俺からしたら本当に懐かしい感じです。粒貝ですね、茎わさび軍艦。おお、コリコリ、うまっ。うん、まだこれさっきとかぶっちゃうんだけど、弾力がすごい。なんか今日はもう歯ごたえ、弾力、おお、やべえ、あーばっかりだね。うまっ。うん、粒貝の身も、でかいのがゴロゴロ入ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、うまっ。揚げたて、おいしい。こんな身の詰まったきびなごは、あんま東京では食べられないんじゃないかな。なんか東京でたまにあるんだけど、もっと小さいもんね。うん、いや、これ、厚みがすごいな。うん、さっきのちょっとエビの頭が少し残ってるんで、うん。ということでごちそうさまでございました。いやー、うまかったです。もうほんとね、こっちならではな味わいを楽しむことができました。はい、ということで回る寿司メッケモン、お会計がね合計で4500円でお釣り来たぐらいですね。いや、こっちのね寿司ネタはねかなりでかいです。はみ出るのは当たり前で、厚みもしっかりあったし、食べ応え抜群のネタが勢ぞろいでございました。あとやっぱりね、活気がいいですね。お店の方々の掛け声とかで、テイクアウトのお客さんもねかなりいましたね。お店がドルフィンポート店という場所で、鹿児島市の天文館の繁華街から歩いて 14、5分の場所にあります。目の前にね船のターミナルもあったり、もうすぐそこ海なんですけど、であっちが桜島なんですね。まあ、鹿児島に住んでる方はね、もう知ってる方は多いと思いますが、ぜひ鹿児島観光に来た際はメッケモン食べに来てみてはいかがでしょうか。それではまたね。